はい、ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。写楽でございます。どうも。もう何テイク目か分かりません、土曜の夜なのに一人でこんなことをやっていますけども、はい、ということでですね、なぜこんなことをしているかというとですね、皆さんに知っていただきたいことがありまして、こういったことをしております。はい、それは何ぞやと言いますと、来たる11月2日です。はい、盛岡のクラブフェイシスにて、私写楽主催のイベントを開催いたします。イエーイっていうでね、簡単に言えばそれだけなんですけれども、じゃあどういった内容なのかということをですね、皆さんにちょっと、知っていただきたく、こんなことをしております。最後まで見てやってください。はい、ということで最近こう岩手のヒップホップシーン、私的にはものすごく、盛り上がっているのではないかと思っております。まだまだなんですけどね、もっと楽しい岩手っていう、面白い岩手をなんかもっと期待したりとか、自分でもそういったものに向けて動いたりしてるんですけど、はい、日本ヒップホップシーンもやはりヒップホッパーの間ではものすごく、盛り上がりを感じるのではないかと思うんですけれどもですね、本当に11月2日はね、俺ヒップホップ好きなんだよっていうやつ、私ヒップホップ大好きで仕方ないんですっていうあなた、ぜひですね、来ていただきたいというのを強く強く思いますね。はい、というのはですね、まず、今回参加してくれるメンツがですね、ものすごく豪華です。はい、まずですね、私がまずライブをさせていただきます。はい、そしてハシベリとシャッキーですね。これはもうブラックレーベル、岩手盛岡で言ったらもう今は鉄板ラッパーですね、間違いないです。はい、そして MPC ですね、回しいたプライドクルーでございます。自身のレギュラーイベントであるレギュラーイベントでもある、回しいたプライド、これがですね3周年を迎えですね、乗りに乗っております。はい、そして、県内からは SD バギーズ、この間 MC バトルのSD バギーズのブーと私対戦しましたけれども負けまして、はい、ものすごく熱量の高いかっこいいラッパーズでございます。そして、ピュンタ&ALB から、今回は ALB がソロで、参加してくれます。そして、なんだメイドジャム、そうメイドジャムからですねダルマというラッパーが、今回出演してくれることになりました。はい、そしてあとはクマジーとタツミですね。最近岩手のニューフェイスですけれども、このコラボをものすごく頑張っております、参加します。はい、ラッパーズはですねまだまだ募集しております。もしですねこれを見てですね、それぜひちょっと出たいですなんていう人がいたらですね、ぜひお声をおかけください。はい、そして DJ はですね、もうビッグイベントの顔といっても過言じゃないですね。はい、 REO でレオさんでございます。レオザエローでございますよ。はい、レオさんはですねやっぱりすごいですね、いいことです。はい、そして、最近岩手のですね日本語、DJ はやはりこいつだという感じになってきたような気もしますけれども、一ノ関から DJ 家臣AKA KDJ が来てくれます。はい、今回はどんな、プレイを聞かせてくれるのかものすごく楽しみです。はい、そして二戸からですね DJ テッチュがですね、参加してくれます。これも日本語オンリーでですねぶちかましてみます。皆さんが知っているであろう今日皆さんが知ってるであろう、曲たちからですね DJ テッチューをですねここぞとばかりにですねアンダーグラウンドの曲、いろんな曲が聴けるかと思います。そして、サウンドレゲスサウンドですねからは
ハイライトザハイグレードサウンドが参加してくれます。まあこんなところでしょうか、今のところは。現段階では一応決定しているのはこんな感じです。まだまだですね、今も、募集中ですので、ぜひ俺が岩手を盛り上げんだよ、ふざけんじゃねえよってやつ、待ってます。参加心からお待ちしております。そして、今回の目玉はですね、なんといってもですね、そうですね、さっきヒップホップが好きなんですっていう人にぜひ来ていただきたいということを、言ったのはですね、こういうことなんでございます。今回のゲスト、なんと、東京からハンニャ、ついにですね、久々の来世ですね。はい、本当にかっこいいですね、ハンニャさんは。やばいっす。聞きました、ハンニャさんのニューアルバム、ハンニャ。聞いてない、ダメだな。それもうハンニャをもう今すぐ聞いて、11月2日は、フェイシーズに駆け込んでください。めちゃめちゃかっこいいです。そしてですね、とても記憶に新しいところなんですが、UMB MC バトルですね、での優勝も、かっさらい、話題沸騰ですね。はい、そんな、ハンニャさんがついに岩手に来てくれるということでですね、まあそもそもあの、まあとても私がハンニャさんのライブを見たかったという部分もものすごくありですね、ただあの自分のあの周りでもあのハンニャさんのライブをやはり見てみたいという声も多かったので、今回、このイベントを開催するに至りましたということでございます。本当にですね、あの盛り上がりを見せている、まあ、もしくは発展途上中なのかもしれませんが、岩手、ヒップホップシーンがですね、クラブシーンがこれからももっといい方向に、いい感じにですね、熱くですね、盛り上がっていくためのですね、ターニングポイントになればいいなと思っております。今回ですね、やはりいつも、まあ今回というかいつもなんですけど、出演者もあとは来ていただける皆さんもですね、楽しめるようにですね、こちら頑張っていきますので、ぜひ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 来ていただきたいと思うわけでございます。はいですね、あということなんかねえかな、ねえか、まあそんな感じですかね。はい、ということで、皆さん復習しましょう。2009年11月2日盛岡フェイスですんで、シャクシャイベントゼロ、ゲストは東京からハンニャ来ます。前売り2500円になっております。はい、ぜひですね、皆さん、皆さんのですね、ご来場を、心からお待ちしております。気合を入れて、私もライブをしますんでですね、ぜひ、本当に皆さんこぞって遊びに来てください。あ、そうだ、忘れてた、ね、そう、参加ライブ、今回ライブが多いんですけど、今回特別なライブを準備しました。まあハンニャさんのライブも相当特別ですし、まあ参加してくれるみんなのライブも俺にとっちゃ特別なもんなんですけども、なんと今回バンド、が来ます。バンドです。これはですね、いろんなところで情報をですね集めてください。ここでは言わないでおきます。バンドは一組で、参加しますんで、とてもかっこいいやつなんです。ぜひヒップホップという枠にとどまらずですね、そいつらを入れることによって、さらにハードでエキサイティングでですね、なイベントになるのでですね、楽しみにしていてください。ということで、しつこいようですけども、11月2日盛岡フェイシーズ、イベント面はゼロ、東京からハンニャ、岩手の豪華なメンツで、お送りいたします。日本語ヒップホップをメインにですね、バンバンやっていきますんで、
ぜひ、当日までにいろんな日本語ヒップホップを聞いてですね、遊びに来てください。はい、みんなで とにかく盛り上がりましょう。はい、ということで、まあ、あまりにも長々となりすぎましたが、ちょっとカミカミでもありましたけども、ぜひですね、皆さん遊びに来てください。そんな感じでシャークでした。それではまた皆さん会場で会いましょう。ピース。